どうも、シバのトラック雑談の時間です。今日はですね、僕方向音痴で地図も見れないんですけど、運転士になりたいんですけど、いけるっすかみたいな質問があったんでね、それについてね、答えていきたいと思います。そしてね、今日もこのホワイトボードを使って元を取っていきたいと思います。はい。ということで、僕は方向音痴でも地図見れないっすけど、運転手大丈夫ですかっていう質問なんですけど、もうね、これ答えは、大丈夫、二重丸。なぜなら、ですね、僕がそうでした。はい、僕がそうやったんですね。はい、僕が運転手になる時の悩みの一つでもありました、これについては。うん、で、結局はですね、方向音痴でも地図さえ見れればいいんですよ。地図が見れれば方向音痴ではなくなるんですよね。うん、簡単に言ってみればね。ということで、まあ地図こうあります。これ地図です。地図っていうのは、まあ北が上になってます、ページので。東が右で、南が下、西が左になってます。もうこれはね、どんな地図でも一緒です。一緒、どんな地図でも一緒です。で、これをね、よくくるくる回してね、例えば南に進んでる時にこの反対になっていくじゃないですか。ほんな右左が逆になるから、これ反対向きでしょ、地図を全く持って180度反転さすような見方をしてる人は、いつまでたっても方向音痴です。なぜかというと、方向音痴というのはですね、自分の進んでいる方向がわからないんです。だから今北に向かってるとか東に向かってるとかいうのがわからないんで、地図をくる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 回す人はそれがあまりわかりづらい。頭の中に地図の絵ができないんです、いつもくるくる回してるから。だから方向音痴っていうのは、向かってる方向がわからんから方向音痴なだけで、向かってる方向が分かって地図が見れれば方向音痴ではなくなるんです。はい、いいこと言った。うん、な、具体的にですね、地図を見る上のポイント、はい、これ例えばですね、これ大阪は中央区やったとします。これ大阪の中央区のページ、例えば地図っていうのを開いて、で行きたい住所を見て裏から探せるんですけど、ほんならそこは、例えばまあこれがね、55ページのこれがまあ ABC とかって、まあ大体この辺ですよみたいなのが出てくるんですよ。まあそこに行けばいいだけなんです、簡単な話なんですけど。まあそれは置いといて、地図ってね、どうやってね、頭の中で地図を入れていくか、これ大事なことはですね、これ道やと思ってください。大体これ道がね、まあこういう風に走ってます。この形が大体ね、頭の中に入ってくるんです、何回も見て何回も行っていれば。で、地図を見てたらナビみたいに曲がるところを言ってくれないんで、自分で覚えないといけないんですよね、曲がるとこ。なら、このね、交差点には、すべての交差点には交差点名というものがあります。はい、これね、すべての交差点には交差点名があるんです。例えばですね、ここがクソ芝、クソ芝1丁目の交差点なら、ここはね、大概ね、クソ芝2丁目とかになります。はい、まあ厳密に言えば東の方に向かってなんですけど、大阪の場合はね。ただまあまあまあ置いときましょう、それは。まあ簡単に言えば、ここクソ芝に、クソ芝に、クソ芝3ね。で、こっちがですね、空芝、もう空芝、ここは1丁目2丁目3丁目空芝ってなるんですよ。ほんなら交差点名が、あ、何々3の交差点を右みたいな、何々2の交差点から2本目の小道を入るとか、そういう風に覚えていくんです、だんだん。だから交差点名を頭の中で見ることによって、その交差点名を覚えるんです。だから覚えてくると、住所言われてるから、あの交差点のとこかってなるんですよ。例えばもう交差点名わからなくても、例えばこの辺に行きたいってなったら、あ、こう行ってこう行ったらいいから、あの交差点のとこちょっと行ったとこやなみたいな、っていうのが分かってきます。はい、これまあ磁場で言えばそうです。はい、もうこれはね、最後の方になってきたらページ数まで分かります。はい、これの上はこのページにあるとか、これのこの下は何ページにあるとか書いてあるんですけど、書いてますよ当然。例えばこの上が、50ページにありますとか、まあ、そういう風に書いてるんですけど、パッと見てこの中央区のクソ芝2丁目は何ページやって言ったら、あ、55やなみたいな、もう何回も言ってたらそういう風にまあ覚えれます。はい、で、結局ここに到着するにはどうするんだと、ここはまあここまで到着してしまえばなんとかなりますけど、ここに行くまではどうするんだと言ったら、これね、1キロ、1キロっていうことは、
これが1キロ、この間が1キロ、1、2、3、4キロですね、この間が。4キロなんです、この縦が。4キロ。けどね、これ10キロの広域、広域地図っていうのがあります。これやったら10、20、30、40、40キロ。40キロね、この、ここが。なんか変やけど、まあまあ40キロ。な、これも大体同じ感じになってます。広域になるとね、こんな綺麗にはなっておりません。はい、道っていうのは、国道がこんな風になってて、こうみたいな、こうなってたりとか、こうなってたりとか、まあそんな感じになってるんですけど、まあけど、ね、ここから行って、ここに行きたければ、こう通って、こう行って、ここをちょっとこっちにそれて、こう行ったらいいなみたいな、もうそういうのがね、できてきます。はい、で、ここら辺に行ったら、こっちの地図に切り替えて、行きたいところに行く、もうただそれだけ単純な作業です。もうこれね、もうこれもね、国道の筋っていうのを分かってきます。大体。この筋行ったらどこに行けるみたいな。まあ簡単に言えば、1号線。ね。1号線まっすぐ行けば、東京着くで、みたいな。そんなノリですね。はい。2号線、ひたすら走ったらもう岡山でも広島でもどこでも行けるわ、みたいな。そんなノリです。はい。まあそんな感じでね、国道っていうのが分かってきます。どことどこを結んでるっていうのが。まあ、そんな感じでね、分かってくるんですけど、じゃあここで、最近のね、最近のならずもの、そうですね、スマホみんないじってるでしょ？ナビで行ったらいいじゃん。ナビあるっしょ。お前頭が昭和なんだよ、みたいなこと言われるんですけど、ナビに足りないこと。ナビに足りないことを言います。ナビに、にってカタカナにしてもらう。に。足りないこと。そう、これ大事です。トラックを運転する上でまずですね、トラックの高さ制限、高さ制限、これ一番重要です。これね、道を走ってて、例えばガード下ね、自分のトラックが 3.2 メーターあんのに 2.8 しかないと、ガード下かね、なら当然通れない。ならもう、迂回しんとあかんし、迂回もできへん状況になったらもう最悪です。これナビにはね、高さ制限の制限の設定項目がないんで、どん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 ね、まあ、ナビっていうのはもう簡単に言えばね、簡単に言えばこうやって、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 こうやってね、あみだくじで言ってるようなもんなんですよ。一番最短のあみだくじみたいな感じで。だからね、こういうね、高さ制限のデータはございません、ナビの中に。で、もう一つは、横幅。これはですね、地図にも書いてません、横幅は。ただ、地図の場合はですね、地図上に国道と府道っていうの違いがわかります。はい。国道、ね、国道、府道、府道、市道、まあ、府道にしようか、府道、まあ、その市道とかあるんですけど、これ、国道と府道、市道とかあるんですけど、それの一番の違いは、道のでかさなんです。とりあえずね、まあ、8割、国道行けばね、通れます。はい、国道、何々の県と何々の県を結んでる道っていうのは国道なんかな。ちょっとごめん、その辺は知らんわ。その辺は知らんけど、まあ国が管理してる道路なんです。はい、簡単に言えば。で、府道とか市道とか、府道っていうんかな、ちょっと言い方間違えちゃったとごめんね。これはですね、まあ地方自治体が管理してる道路なんですけど、まあこれはね、なかなか何て言うかな、細いとこも多いんですね。ただナビっていうのはこれとこれをもう関係なしに行くんで、だからまあ不動やったらガードしたらむっちゃもう通られへんとかあるし、千枚とかあるし、うん、だからこういうのがもうナビにはございません。はい、これダメ。だからトラック乗る上で、この高さ制限はもう一番気をつけんとあかんとこやから。あとはもう道幅狭いとかは、まあ、苦い思い出をしていけばしていくほど、あ、何々号線は通られへんわ、あんなもう狭いんやということがね、さっきみたいなところで入ってくるんですよ。ただナビで行くとですね、今何々号線を走ってるとか全然頭にないでしょ。例えば交差点名であったりとかね、
今どっちに向いて走ってて、どの交差点のところらへんにおってとか、もう自分のもうまさに走っている方向がわからない。これ方向音痴、方向音痴、方向がわからないね。で、まあ地図見れないもそうですけど、地図は見れるんだけど、ナビが勝手にやってくれてるんで、だいつまでたってもね、ナビを使ってる限りは方向音痴は治らない。はい、治りません。方向音痴っていうか道を覚えないね、道を覚えませんけど、ナビにはね、いいところがある。ナビのいいとこ、ナビのいいとこ、これはですね、もう地図にはないいいものを持ってます。それはですね、番地の最後まで入れると確実にその場所がほとんどわかる。これよくあるんですけど、まあ例えばですね、まあ大阪市ね、中央区、中央区、日本橋、橋1の5の9とかやったら、もうこれね、大概わかるんです。ブロックになってるから、1丁目の5ブロック、まあブロックですよ、1の5、この5っていうところの中の9個目の家みたいな、端からね、まあそんな感じで、まあわかります。これ地図を見れば1の5まではいけるんで、あとは9を探すだけなんで、これは簡単です。ただもうね、すごいところがあるんで、例えばですね、神戸市北区〇〇郡とか〇〇町とか〇〇町3215-3、これね、この番地は地図ではね、なかなか出てこない。すっごい探さんとダメなんですよ。で、このジャストミートの数字っていうのが出てこーへんから、これね、もうすごい困ります。でこういう時はね、ナビを使うと大体ね、場所っていうか、もう正確に出るんで、まあもうそれと地図を合わせていけばいいんで、ナビは使えます。はい、僕が経験した中で一番ね、すごかったのが、まあ堺市やったんですけど、堺でね、ほんまこんな風に3200、こんな数字があって、こんなんやったんですよ。で、3250番はあったんです、地図に。行きました、全然ないんですよね。もうぐるぐる回ってね、見たら全然なくて、だから通ってる人に聞いたんです。3251番の丸々建設さん、どちらにありますかみたいな。いや、ちょっとね、この辺はね、飛び飛びでできたもん中に番号振ってんのよ、だからね、分からへんわって言われたの。マジかよって電話してね、聞こうかなとも思ったんですけどね、その時にたまたま大和さんが通ったんです。で、大和さんに、ね、聞いたんです。3251の丸々建設さん、どちらですか。あーあっちやね、ちょっと待ってねって、でっかいよ、この前輪の地図みたいなのね、持ってきて、今ここにおるから、こう行ってこう行ってこう行ったそこやわみたいな、教えてくれ、親切にね。ああ、やっぱプロですなと、このね、地域をずっと配達してるだけあってプロやわと思った記憶があります。はい、だからね、もう分からんかったらね、今はもうナビで絶対ほぼほぼ出てきますから、ね、ナビでも出てこへん時はもう郵便配達の人とかね、ヤマトさんとかね、まあいろんな、なんていう、磁場を配達してる人に聞くんがもうベスト。うん、まあそれはまあどうでもいいんですけど、今日のね、ネタとしましては、まあ方向音痴やけどトラックの運転手さんになれますかっていうことは、なれます。はい、これはもう全てが僕が経験しましたんで、はい、まあ最初むっちゃね、毎日がね、ドキドキ、地図ひたすら見てるからね、あれある意味危ないかもしれないね、信号待ちは常に地図開いて見てる、まあ、そんな経験もありましたね、はい、もうやればやるほど地図を見る回数が少なくなります。もう最初の頃はずっと信号一個ずつこうやって見てるけど、もう慣れてきたら、もうなんていうかな、もう地図パッて見て、あ、うん、そこね、ポイッて置いて、で、まあその辺まで行って、どこやろうな、うん、あー、うん、こっちか、みたいな感じでね、つきますんで、まあそんな感じでございます。はい、ということで本日の動画ね、すっごい長くなったんですけどもね、僕はホワイトボードを活用できたことだけが一番ね、嬉しかったことです。はい、ということで本日もありがとうございました。またね、なんかリクエストあったら、どんどん言ってください。これのね、元を取って早く捨てたいんで。はい。じゃあ、バイバイ。